はい、今日は2月の何日月曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。本日の三経名は次のように傍題を決めました。将棋の A 級は厳しい。では音読します。将棋の名人といえば、現在8つあるタイトルの中で序列2位にあたる。とはいえ、歴史と伝統の重みから、棋士にとっては特別の存在だ。毎年3月の年度末には、最上位の A 級に属する棋士10人が一斉に最終局に臨む。名人への挑戦権を誰が手にするのか、多くの不安が対局結果を待ちわびることから、将棋界の一番長い日とも呼ばれてきた。もっとも平成元年の48期のように、むしろ残留争いにスポットが当たる場合もある。昭和23年以来、A 級の座に居続けてきた大山康晴15世名人は、3勝5敗でこの日を迎えた。B 級1級にいると仮定して、勝てば A 級に上がるという気持ちに切り替えた。崖っぷちに追い詰められながら、最終局を制し、陥落を免れる。大山名人は、癌と戦いながら、永久現役のまま69歳で世を去った。まさに偉業である。中原誠16世名人、谷川浩司九段ら、一時代を築いた名棋士たちは、50代前半で A 級から降級した。永世七冠を達成している羽生善治九段(51)もまた最終局を待たずして、ついにその日を迎えた。一方、最年少五冠に王手をかけている藤井聡太四冠(19)は、あと1勝で A 級入りを果たす。平成の将棋界に君臨した羽生九段から令和の王者の名乗りを上げる藤井四冠へ、世代交代を象徴する出来事としても注目されている。羽生九段は、来期以降の去就を明らかにしていないが、あと一つのタイトル獲得で前人未到の通算100期の大記録も控えている。存命なら誰より羽生九段の復活を願うであろう。伝説の棋士の名前が思い浮かんだ。若き日の羽生九段のライバルだった村上聡九段である。29年間の壮絶な人生は、映画「サトシの青春」で広く知られる。村山九段もまた永久在籍のまま世を去った。令和4年2月7日月曜日、三経名の音読を終わります。将棋すごいですね。永久10人しかいない A 級。羽生さんも陥落してしまいました。素晴らしい。皆さん頑張ってほしいと思います。次は尖閣情勢を見たいと思います。はい、尖閣の方ですけど、海上保安庁のホームページを覗いてみましょう。2月、昨日まで入電しております。
ということは、12月が4日で1月が31日、昨日まで6日ですね。で連続41日中国海警局の船が尖閣諸島付近をうろうろしております。以上です。はい、本日もありがとうございました。